皆さんこんにちは、とんちゃんです。今回はトッカライフワールドで新しく家具が出ているので、今回はこちらを買っていきたいと思います。じゃん、モテツヤ家具パック。家具が114個あって、こんな感じで、壁紙が10個あって、こんな感じになるそうです。すごい、なんか色に分けてるね。多分化粧とかが多いのかな。含まれる場所、おしゃれやメイクで魅力的に変身しちゃおう。49点の家具、65点のデコレーション、7種類の壁紙、3種類のフロアデザインってことですね。では早速購入していきたいと思います。ポチッとな。ありがとうございます、モテツヤ家具パックを購入しました。今すぐプレイ。はい、今回は家がないので、ここのお店屋さんっぽいところにしようと思います。ここにお店屋さんっぽくね、建てたらいい感じになるんじゃないかなって思ってます。じゃあまずいつもと違う方で壁紙からいきます。壁紙はこんな紫のやつとか水色のやつとか、何これ、なんか緑の可愛いやつとか、これとかこれとかこれとか、あ、これとかで終わりですね。あとこれがありますよって感じですね。次フロア、床はこんな感じ、緑、ここ来る、こんな感じですねってな感じです。で、早速家具を見ていきましょう。まずこのベッドのとこから。ベッドのところはないかな。これって前からあったっけ。あった気はするよね。あったような気がするけど、あったっけ。え、本当にわかんない。もし今回のやつだったら、この2つかな、多分この3つだと思う。で、これは多分あるやつだと、今回のやつだと思う。で、これとあ、ラッピングするやつもあるんだね。なんか色で分けてる感じ。あ、これいいね。これとかこれとかで終わりかな。あ、これは違う。こんな感じです。もうこれだけでいっぱいあるね。次、多分壁紙もあると思う。ありましたね。あると思うっていうか、同じの2個出しちゃったけど、旗ですね。よくお店とかの壁にあるやつ。壁に鏡とか、こういう、あ、チラシも多いね。こういうチラシあるじゃん、よく。ラッピングしちゃった。こんな感じですね。で、その他にもいろいろある、ラッピングで言えるやつがいいですね。で、次これもいっぱいあるね。多分っていうか、めっちゃある。もうこれでめっちゃスペース食べてる。え、これ何、棚かな。ちょっとしたやばい、捨てちゃった。ちっちゃいバージョンと、あ、これで終わりだ。意外と少ないくはないけど、こんな感じで棚、これかわいい、外とかに置いてそうだね。あ、これで終わりです、クローゼット系は。で、カーペットは1,2,3 個です。じゃじゃーん。でも全部色が分かれてるね。シャワーはこれは違いますね。トイレもない。あ、これ、え、これあれじゃん、美容室によくあるやつ。座って椅子とシャワーが合体してるやつ。すごい、これいいね。鏡はこれかな。いや、違うか。
これだと思います。で、じゃあここめっちゃあるね。ちょっとあんま見ないで最後にしよう。ここはありませんね。ちょっと見ちゃったけどさっき。あ、冷蔵庫あるんだ。ミニ冷蔵庫的な。これはありませんね。あ、ここもなくて、食材もないですね。ない。テーブルありますよね。カウンターとかかな。すごい。こんな感じでした。結構ピンクが多かったですね。で、椅子。椅子はこんな感じ。2個だ。意外と少ない。ソファーはこんな感じ。これ座れるんだね。あ、壁につけるやつとか。このでっかいソファーとか。あ、これ引き出しになってる。気になって開けちゃう。え、なあ、これ赤ちゃん用なんだ。じゃあちょっと赤ちゃんをね、入れてみます。二人。帽子取れちゃった。お、赤ちゃん用っぽい。いいですね。これ赤ちゃんじゃない人は寝れるのかな。あ、一応赤ちゃんじゃない人も寝れるよってことですね。すごいいいですね。はい。で、次、電気。1、2、3。これ壁につける系の光が多いかもね。これかわいい。これとかこれとかこれ。あ、これは違いますね、多分。これまでですね。これも違う気がする。こんな感じです。ちょっと隠れちゃってるけど。で、段ボール系は？あ、この袋とかもあるからね。結構ある。こんな感じでした。いいですね。で、電気商品は？ないですね。ちょっと今出しちゃったけど気にしないでください。これかな。これってあったっけ元から。わかんないけど、これとかこれだとかだと思います。はい。で、小物はありますね。こうやって、これかわいい。これ開く？これ、小人のトイレじゃん。やば。かわいい、ちっちゃい。これお店とかによくあるねやつとか。で、これは苔？なんか苔があって、ここに、あ、このこれのデコレーション的なやつかな。で、この石くんがいて、ビックリマークもあって、で、このお財布がありますよ。多分このお店でしか使えないクレジットとかが入ってるのかな。お財布もかわいい。あ、これは違いますね。ここまでです。で、最後に残しておいたこれ。これすごくない？めちゃくちゃあるよ。多分いっちゃんあると思うんだけど、まず1個目、これ多分バスボム。ちょ、一回お風呂出してやってみよう。え、お風呂で本当なるのかな。あ、ならないけど楽しめるみたいな感じだね。いいですね。綺麗、色が。よし、オッケー。じゃあお風呂スペース食べるんで直します。で、これは、これは何。あ、パック、パック的な。ちょっとよくわかりません。これはシャンプーなんか、いろいろ、なんか、なんかいっぱい出てきたけど、何これ。なんかいっぱいあります。良さそうなのが、もうここら辺もめっちゃあるよ、化粧品が。あ、これパックだ。新しい種類のやつが出たね。これ家とかに置いたらおしゃれそう、こういうのとか。また違う色のなんかやつ出てきた。これ何、なんか出てくるやつだ。色変わる。これは、あ、多分これさ、髪の毛の色が変わるやつ。色が変わるやつ。なんか発音変になったけど。ちょ、この子で一回やろう。あ、色変わるやつだ、これ。派手な色もあるね。ってことです。ね？こっから可愛い。まあ、全部可愛いんだけど、
ここら辺結構あれオープニングでもあったよね。え、あ、これも3つあるじゃん。有名なコスメ屋さん、これ実際に塗れるのかな。じゃあ、でさっきの人、この人にやらせてみよう。で、まずリップ。あ、塗れないけど可愛い。ネイルもね、できる。これは何？さっきと同じみたいなやつ。あ、これ肌の色変わる？あ、変わりはしないんだね。これも変わりはしないんだね。ってことでした。で次、これチークだね、多分。かわいい。くしとくし。で、ブラシくんだ。あ、開けちゃった。箱はもう出ないんだね。つけれない。で、ハサミ。アイシャドウ。結構派手だね、これ。あ、これ、パフ？パン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 。こうやって袋も可愛いですよ。この4色のやつもある。これ、頭のくし？くしって頭のくしだよね、全部。これは何？これは？あ、これもなんか出るやつだ。で、これはタオル。これも重ねて入ってるやつ。これ何？え、何これ、なんか高級そう。こういう箱に入ってたら。ってな感じでした。結構小物？小物じゃないね。ここの歯ブラシとか入ってるところに結構入ってました。こういうの小物のとこに入ってると思ったけど、意外と違うかったね。これ印刷できるやつね。仕事だから。こうやってね、入れたりできるやつ。てな感じで、こんな感じでしたよ。ちょっとごちゃごちゃになってるんですけど、こうやって回ってみたらこんな感じです。このパック結構さ、そういうコスメ系がいっぱい入ってるから、ぜひ皆さんも買ってみてください。かわいい。かわいいですよね。ってことで、バイバイ、また見てね。バイバーイ。バイバーイ。